シャドーレンで。シャドーですね。はい。じゃあまず構え方ですね。はい、足肩幅から右足下げて、左足まっすぐ、右足側ですね。まあ、足をすぐ内側に。そうそうそう。じゃあどちらの方どうしても内側になりやすいんですけど、はい、斜め方向にできれば右足は左、はい、左足はまっすぐですね。はい、だパンチはこの、ね、前足をすごいこう体重かけて打ったりするので、はい、このつま先がどっちに行っちゃったらいいか、こっちからまっすぐにしていきます。で膝曲げて、まあ、大体5対5、50対50ぐらいに重心にしてもらって、膝曲げたまま。で、手はこうですね。はい、で、右の肩をちょっと引いて、手は軽く振ります。そう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 ですね。高さはね、この目とか鼻、顎ぐらいで。で、軽く手は握ります。ここで強く握りすぎると、力入りすぎちゃいます。すぐ疲れちゃうので、もう痛くさせるようにしていきます。はい、で、息を吸って、吐きながらお腹を少しふっと引っ込みます。そうですね。背中に力入りますので、この状態をキープしてあげてください。じゃあ、ジャブから行きましょうか。手と足を一緒に出して、ですね、ジャブをしていきます。で、右の肩を少しだけ引きます。そうですね。そうすると伸びますので、左の肩、背中を引きますように。そうそうそう。遠くのものをこう伸ばしておるようにして、スイングしてください。で、当たる瞬間、手を返して、行ってみますと。はい。足の位置なんですが、左足、まあ、1歩分とか半分ぐらいでいいんで、こう前に行く力を使う感じ。で、ここでしっかり踏んだまま、ドン。ただ踏むだけは結構多いですけど、しっかり踏むのが大事です。しっかり踏んで、体重をグッとかけて、下半身に力をグッと踏んで、そこからドン。なんで、手はもう放り投げる感じで、ジャブは。まあ、いろんな仕方あるんですが、基本的にもこの、手軽く握るぐらいなんで、ここからスタートして、当たる瞬間にグッと握る。握ったらもう戻しちゃっていいので、はい、握りっぱなしだと、もう腰が遅くなっちゃうんです。もうブラブラーでいいんで、そこからかな。これが一番早く出てるんで、ね。そうです。お手伝いしながら握りましょうか。かかとを返しながら、右の肩をなんですね。で、もう右半身を左側にもう、っていう感じで、これぐらいにジャンプリスタートなんで。はい、シャドウ結構大きめにいっちゃっていいと僕は思うんですよ。ちょっと大げさに。実際にミッドとかサンドとかやっぱり力入ったりしますから、あと距離感もあるんで、はい、こう大きく実際はあんまり打ちにくいので、まあ、普段のシャドウでこういう風にすると多分ちょうどいいのかなと僕は思っているので。はい。で、そうですね。ジャブと一緒ですね。左の肩を今度少し引いてあげて、こんな感じですね。で、戻して。はい、で、左足に乗っかるのと、まず前回土曜日やった、このさすぎ。これで押してあげる。はい、ここで押しながら回す。で前に行く力を使って、ドン。ドン。で、戻していきます。はい、そうですね。はい。そう。そう。はい。違う違う。オッケー、そうです。じゃあ、ワン、ツーですね。はい。左から、ジャンプですね。戻していくと。はい、まあ、さっきの出した感じじゃないんですが、ミットになるとどうしてもこうなってますんで、みんなこう斜めにこういきやすいですね。あ、そうなんですね。なので、まずミットを持つ人はしっかりこう、なるべく寄せてあげるのと、はい、で、打つ人も、こういかないように自分で体を制御する、止める、はい、まっすぐ、はい、ね、そう体をこう倒れたりしないように、はい、すぐ1、2、ね、結構こうなっちゃうのが結構多いですね。こういう感じがついて、はい、でこっちに行きやすいので、はい、左足でしっかり踏んで、はい、壁を作る、はい、ですね。ワンツーワンツーもうちょっとだけ固くなっちゃうんですよ。ボスと全部のフェイスです。どうぞ、シャドウの時は落ちていっちゃいます。はい。で、戻していくと。そうですね。はい。OK、先生。はい。じゃあ、フックダウン、はい。こっちがいいですか、どちらか。はい。はい。どっちでも、先生にお任せで。あ、これ、ちょっと。はい。はい。まあ、打ち方もこれもいくつか種類あるんですけど、まず、左の手、一回膝曲げて、こう、腰の幅に持ってきます。はい。で、右の手は顔のガードですね。はい。で膝曲げてるので、これをこう上げながら、上げながら、左の腕をこうぐーっと持ってくるんですけど、僕の場合、ポイント、肩と思っていて、僧帽筋、肩、ここですね、ここを持ち上げる感じです。なんか、バーベルとか持ち上げるとき、まあ、ここでやったりするアームカーでもあると思うんですけど、ここ使ってやるのもあると思うんですよ。そんなイメージで、ぐっと持ってくるんです。なるほど。あ、そうそう、そうすると肩にこう力入って、こう、こう上がるんで。あ、そうすると肩の力が入ったらガスが強くなると思うんですよ。結構みんな腕だけこうやって打つ人、もちろん全然これもありなんですけど、はい、やっぱしっかり強くしたいときはここに力入れて、ここから上げる、はい、もうここ顎にこう近づけるぐらい、もう高さ変わるぐらい、はい、僕の場合ガンッと打ちます。そうするとしっかりこう力入って強く打てるんです、はい、腕の力だとやっぱ限界あるじゃないですか、はい、こことかも全部固めてあげる、
ぐったり、そうそうそう、で右の肩を少し引いて、はい、回転ですね、引く力を少し使ってあげる、はい、そうですね、まあそうですね、ジャブにします、はい、ジャブして、あ、ジャブと一緒、ジャブと同じ形でこう引いてあげる、ジャブと同じような感じで引いてあげる、はい、で、肘はまあ大体90度ぐらい、まあ、多少は前後しますが、まあ、大体90度ぐらいが力入りやすいんで、はい、まあ、力動くですよね、はい、で、やってあげて、そこから返し、はい、